伊豆市鉄道は、かつて、兵庫県に存在した京弁鉄道路線及びその運営会社である。田島の小京都と呼ばれた伊豆市町と山陰本線の江原を結ぶべく1920年に会社が設立され、右与曲折の末に1929年、地元住民の出資により、京弁鉄道として開通したが、経済不況や自然災害などにより、営業不振が続いた。そして、 太平洋戦争下の1944年に不要不急戦として営業休止に追い込まれる。終戦後、路線復活の動きもあったものの、結局1970年に正式に廃線となる。事業会社としての伊豆市鉄道では、バスの運行や営業休止の賠償として、トラックを入手し、運輸事業等も行っていたが、全線運休後にすべての事業を停止している。 廃止時点1910年、山陰東線が京都駅から鳥取駅まで開通したが、伊豆市長は鉄道路線から離れた位置になった。そのため、金と取引所、軍役所、国立銀行などが次々、豊岡市へ移転することとなった。このため、伊豆市長までの鉄道敷設の機運が高まり、住民78名の有志らによって1920年12月に、 伊豆市警弁鉄道株式会社が設立された。同社ははじめ伊豆市長の住民らにより出資されたが、後に、日高村も出資することになった。第一次世界大戦後の不況とインフレで一時工事が中断したが、1929年7月21日に、エバラ伊豆市間の全線1 1 2トルが開業した。資本金は50万円。 建設費は699,782円であった。開業時はガソリンカーを2両、貨車を6両保有して、1日7往復が運転され、全線を35分で結んでいた。1930年から国鉄から蒸気機関車の払い下げを受け、国鉄との貨物の連帯輸送が始められた。1932年には鉄道省から、 小型客車1両の払い下げを受け、混合列車の運行を開始した。1937年には、鉄道省から給費、上鉄道の客車3両を譲り受け、客車列車の運行を開始した。開業した1929年は、旅客数74,991人。 貨物が3785トンで、10年後の1939年には、旅客118,531人、貨物16,050トンと増加を見せていたが、不況の影響もあり、経営は苦しく、終始、赤字経営から抜け出すことはできなかった。一時期は、社長が自分の田畑を処分して、従業員の給料を支払っていたという。 また1934年には、室戸台風により、沿山川の鶴岡橋梁が流出して、打撃を受けた。沿山川の両岸に鶴岡狩駅を設置し、道仮駅にて折り返し運転をしながら川を渡し船で連絡していた。1936年6月25日に、復旧して、全線での営業を再開した。しかし1942年に再び、 鶴岡橋梁が流出し、1934年の時と同様に折り返し運転となった。1943年2月14日、資材をインドネシアのスラウェシ島における鉱山開発に転用するためとして、不要不急線に指定され線路の撤去が命じられた。これにより1944年5月1日に、 沿山川の川津輸送のため残されることとなったエバラ山川を除いて運行休止となりレールなどが撤去されたこの時代償としてバス4台トラック5台を受け取り自動車運輸業を開始した戦後になり地元では鉄道復活の運動が行われた1946年4月伊豆市鉄道復旧請願章さらに1948年9月に 資材の払い下げ願いを大臣に提出した。しかし、復活は実らず、1970年7月20日に、正式に廃止となった。運転休止時に開始した自動車運輸も、1952年3月10日に、全ただし交通二条とし、事業を休止した。1966年1月に、株主総会にて、解散決議を行い、 同年9月生産完了により解散した。島口駅にて出発を見送る人々1944年休止時点、鶴岡上野豪館には、円山川があり、鶴岡橋から水が少ない時は、旧鶴岡橋梁の土台が見える。円山川上野豪館では、国道482号伊豆市方面への、進行方向東側に分かれ、上里区に入っていく。 神里区にあった、球場の号駅の西側はに車線の道路であるが、東側は畑になっている。上野号から、中筋方面へは途中神里側に小さな橋桁がある。阿保アキオ 2010P4、京成電鉄55年市、軽便鉄道免許場、カフ、官報、1919年6月30日、地方鉄道及び軌道一覧、昭和10年4月1日現在、 帝国鉄道年間、地方鉄道運輸開始、官報1929年7月30日、AB、地方鉄道及び軌道一覧、昭和10年4月1日現在、運輸省国時代76号、官報1951年4月18日。ありがとうございます。